はい、皆さんこんにちは、中学2年生の数学やっていきたいと思いますね。今日はですね、1次関数のグラフですね、書き方、まずは確認していきたいと思います。1次関数ですね、 x にかけられているですね、この、数の方が傾きと呼ばれるものですね。後ろにありますのは切片と呼ばれるものです。まず最初はですね、切片の方から求めていきます。ですので、切片プラス1ですね。はい、切片っていうのはこの y 軸上上下にしか動きませんね。y 軸上の上下にしか動きませんので、スタートは当然この原点ですね。原点スタートになりまして、プラス1ってことだから、これに1個上ぐるぐるっとしっかり見てください。そして3分の 2x なんですけど、この3分の2の傾きは分母の数、つまり下の3ですね、数だけ右に行きます、ね。この右に行くのはもう絶対ですので、右に必ず行ってください。ですので、1、2、3。これね、切片の1からスタートします。ここから右に1、2、3と行って、で、分子の数が2なんですけど、プラスなんで上に1、2っていう形で行きます。ここだね、ぐるぐる。本当はね、正方形のマスがありますんで、ぜひともマスをしっかりね、追いながらやってみてください。で、この2つの点をしっかりとですね、結んでもらいますね。この2点ですね、という形でしっかり結んでください。直線のね、このグラフに関しては、1回で端から端までね、マスの中しっかり端から端まで綺麗に1本でね、結んでもらうといいですね。これはぜひ行ってみてください。では y イコール2分の 1x マイナス3ですね。はい、まずマイナス3なんで1、2、3でここになります。あ、すいません、その前にあった番号振っといてるんですね。すいません、1、2、3ですね。はい、で、2分の1だから1、2って右に2個行った後に1個上がってください。ここにぐるぐるという形を通しますね。はい、こんな形になりますので、この2点ですね、しっかりとですね、また結んでもらって、よっ、こんな感じでね、まっすぐ1本で進んであげてください。次、 y イコール、マイナス 3x プラス2ってことなんですが、まずプラス2ですので、接点からいきます。原点スタートで1、2ということで、ここですね、ぐるぐるってね。そしてマイナス3っていうのはどういうことかっていうと、これ整数なんで1分のって形になります。ですので右に1個行ってもらって、それから下に1、2、3っていう形で下に3個下がってください。こういう形ですね。整数の時は必ず右に1個ね、ずれます。右に1個行ってから1、2、3という形で下がってもらいます。で、この2つをしっかりと結んでもらうという形ですね。よいしょ、こんな感じですね。こんな風に結んでもらうといいでしょう。はい、そして、y イコールマイナス 2x マイナス1も同じような形で、マイナス1だからまずここ1、マイナス1ですね、ぐるぐるっていって、でやっぱり1分のってことなんで、右に1個行ってから1、2と2人2つ下がってあげてください。マイナス2ですのでね、という形で、こことここをこう結んでもらうといいですね。はい、こんな形ですね。こんな風になっていきます。ぜひともね、こんな風にですね、確認してみてください。本当はね、1個ずつですね、書く場所があるんですけれどもね、ちょっと、まあ、今回に関しましてはまとめて書かせていただきました。こんな風にですね、1次関数のグラフは引いていきます。まずは切片を打ってもらいますね。切片を打ってもらって、そこから分母の数だけ右に行って、プラスだったら上がります、マイナスだったら下がります。ですので、プラスマイナス、傾きのプラスマイナスによってグラフの向きが決まります。傾きがプラスであれば右肩上がり、上に上がっていきます。傾きがマイナスであれば下に下がっていく、右下にね、下がっていくような形になりますので、必ず決まっています。ではグラフの読み方ね、今度は逆に、グラフが書いてあってですね、その式を読みなさいっていう形、求めなさいっていう時にはどうするんですかっていうと、やり方やはりですね、変わりません。まずは、原点スタートで最初に切片を求めますね。最初に切片見つけてくださいね。切片を見つけます。で、切片がまずは1だなっていうのが分かりますね。プラス1だなっていうのが分かりますね。
で、それからこの切片のところから右側を見てもらって、マス目の端っこをですね、正方形の端っこを通ってるところが必ずありますね。そういったところをまず見つけてもらうんですね。で、そしてそのね、ところから何個右に行って何個上がってますかって数えると、3個右に行って2個上がってますっていう形になるので、3分の2っていうのが傾きになる。だから y イコール3分の 2x で、切片のプラス1なんでプラス1と後ろにね書いてもらいます。こんな形で見つけていくわけですね。ただ例外的にね、ちょっと右側にない場合ももしかしたらありますのでね、例外的にね、その場合は、左側をちょっと見てもらって、ここら辺ですかね、端っこ通ってるところがあるんで、左側のこの端っこのところから、右に何個行って切片まで何個上がってるのかっていうふうに見ていきます。そうすると右に3個行って切片に向かって2個上がってるから傾き3分の2だねっていうのが分かりますので、こんなふうに求めていきます。はい、というわけでね、今回ちょっとこんな形になりますが、ぜひともですね、1次関数のグラフのね、引き方してからですね、式のね、求め方ももう一度よく復習してみてください。土曜日 Q&A ありますんでね、ぜひよかったら、お越しください。ではまた、じゃねー。